んにちは、塾レストランの吉田です。今日は、平政を紹介いたします。今から、平政の、フィレにする仕方をお見せします。でまず最初に、釜を落とします。お腹の下から包丁を入れて釜を落とします。その後にひっくり返して、お腹のところに骨がついてますので、腹骨を取ります。すると真ん中に骨がついてますので、これを次は外します。非常に簡単です。背の部分、お腹の部分、中骨、そしてお腹の骨、釜、5つになりました。これから平政のお刺身を作ります。先ほど3つに分けた、これをそれぞれ使います。一番お腹のトロの部分、基本的にみんな皮を引きますが、お腹の部分は若干皮身が硬いとは言わないけど歯ごたえがありますので、ちょっと切れ目を入れていきます。こうすることによって見た目も綺麗になります。はい、お腹の部分、そして、さっきのお腹の方ですけど、お腹の横っちょ、ここはちょうど本当に背と腹の真ん中ぐらいの食感、油の乗り方で一番バランスよく美味しく食べれるところですね。ちょっと厚めに切ります。そんなに硬くもないので十分な厚さで切ったら美味しくいただけると思います。背の部分もいきます。背の部分はちょっと薄めに切ります。この平政フィッシュを冷凍する際にナイトロジン瞬間冷凍を使っています。そうすることによってフレッシュな味、そして歯ごたえのあるテクスチャーを維持することができます。平政の品質を説明します。匂いに関してですが、生臭さは一切、冷凍した生臭さは一切なく、
新鮮な匂いと磯の香りも若干残ってるぐらいのすごく鮮度を保ったまま冷凍されております。油の海苔に関してはしつこい油の海苔はなく、かといってあっさりしすぎることもなく、ちょうど美味しくいただけるぐらいの、ちょっと油が乗ってるかなっていうぐらいの油の海苔です。食感に関しては、スーパーフリーザーで冷凍したことによって魚の細胞を殺さずに冷凍できたことによって、柔らかすぎず、そして、硬すぎず、ちょうど噛み応えがある、美味しく食べれる食感になってます。どうぞお試しください。